できなくて、聞けばまた辛くなる。今さら一人で、あの頃流行った歌にはあなたの楽しい思い出。短い夏の恋に悲しむあなたが、今とても気にかかる。新しい幸せ祈るよ。秋風にわかるはずもない。ウクレレ弾く手を休めて、あなたの面影忍べば、思い切り抱き寄せていくなと。あの時扉の向こうに悲しい別れが。短い夏の恋に悲しむあなたが、今とても気にかかる。新しい幸せ祈るよ。はい、ジュリーは2020年初ですかね。はい、昨年は思いがけず、ものすごく久しぶりに、ジュリーのコンサートに誘っていただいて、はい、ありがとうございます。ジュリーのお友達にまず出会えたって、久しぶりにお会いできたっていうことから始まって、そのお会いするにあたってこのフィギュアを、今流行りのね、私はハロプロでハマったんです、このフィギュアスタンドを、これちょっと作ってもらって、うん、コンサートにも持ってったんですけど、ちょっと出す暇がありませんでした。で、意外にもこの YouTube にもあまり出してなかったので、今日はこれからジュリーを弾き語りするときにはこれをちょっと置こうかなと思いましたのと、また今日もね、よくよく歌ったら、これ夏の歌でしたね。聖子ちゃんの時に全部曲紹介したんで、ジュリーもちょっとこれからは曲紹介していきたいと思います。今日は胸いっぱいの悲しみ、沢田研二の7枚目のシングル、1973年8月10日にポリドールレコードより発売されました。うん、でこれはアルバムジュリー4ある青春とともにロンドンでレコーディングされました。はい、でこれで私この曲を歌詞を、スクショして歌う前にこのサイトを見たので間違えなくてよかったんですけど、胸いっぱいの悲しみの歌詞の2番について、ギターを弾く手を休めたとなっているものをインターネット上で見かけるが、正しくはギターを弾く手を休めてって言って、で私が撮ったスクショも、ギターを弾く手を休めたってなってるんですよ。でこれで歌おうとしてたんですけど、直前にこのウィキペディアを見たので、休めてに直したのと、私はもう反射的に歌詞にギターって出てくるものは全部ウクレレに脳内変換というか、まあ、そのまま変換してギターって書いてあるものをウクレレって直して歌う技は身についたので、もともとはギターを弾こうよって真夜中のギター、もうあれが真夜中のウクレレとして私は成立して、本当にこれ音ちっちゃいから、今アンプにつなげてますけど、本当にこれ真夜中も弾いてます。はい、でね、前ねカラオケをアキナのバンドをカラオケでやって
て、それを家で練習してる時にはなんかねちょっとねカラオケの音が聞こえるっていう噂が流れたんですけど、これを始めてからはあんまり言われないんで、やっぱりあのカラオケの音って大きいんだなっていうことに、うん、気がついて、今んとここのウクレレを夜中にやってても取り立てて今あの苦情が来てないと思います。はい、それで、あと何事でしたっけ、ウィキペディアの方に戻りまして、あ、でもそれで、あ、まあ、この曲の B 面がよくあの対バンの方もやって盛り上がる気になるお前ですね。うん、そう、気になるお前は多分この曲より先にアップロードしてて、うん、でこの曲やってないだろうなと思って自分のあのYouTube のところで自分の動画を検索するやつがなんかね今朝からタブレットをスマホともになんか文字化けするんですよ。その沢田研二胸いっぱいとか入れ、とにかくなんか単語を日本語で入れて検索ボタンを押すとなんかアラビア語みたいなよくあの文字化けするあれが出てきて全然検索できないんで、一応私の今まで作った沢田研二のプレイリストで見たけど、とりあえず胸いっぱいの悲しみやってないので、うん。で、これ一応候補的に、1月25日のまばしビーグルの、また、ズリースさん、沢田研二のカバーバンドさんと、また対バンさせていただくので、この曲ちょっと今やろうかなと思っています。うん。また全然季節外れなんですけど、ちょっと歌詞の中にあのギターっていうのが出てくるのをウクレレって変換するのがちょっと私 の, あのちょっとした楽しみでありますので、はい。それでは今はまだ10時40分なんですけど、午後ぐらいになったらちょっと海に行こうかなと思っています。昨日の方がね天気良かったんですけどね、うん、海でまだ何やるかは決まっていません。はい、それでは、あ、風邪ひかないでってユージさんコメントありがとうございます。防寒していきます。で、あまりに寒ければすぐ退散します。本当に近いんですよ。うん、歩いても、5、6分なので、はい。では、楽しみにしてるかどうかわかんないですけど、まあ、久しぶりに、海レレしてきます。